はい、それでは皆さん、こんにちは。改めて本日はお忙しい中、宗像市のオンライン採用説明会の方ご参加いただきましてありがとうございます。私、宗像市人事課で採用担当してます、高村と言います。よろしくお願いします。合わせて中村と言います。よろしくお願いします。ただいまな画面に表示しておりますが、本日の流れになります。合間でですね、皆さんからいただいた質問であったりとか、開催中チャットの方でご質問いただいても構いませんので、随時いただいた質問についてお答えをしながら進めていければなと思います。全体としてはですね、大体1時間から長くても1時間半で終わりたいなと思ってますので、最後までぜひよろしくお願いします。そしてちょっと今日ですね、私と隣の中村の2人で並んでこうやって、お送りさせていただいてるんですけれども、昨年までのオンライン採用説明会からちょっとやり方を変えてですね、こういった形でフリートークみたいな、ことでお送りをしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、合わせてですね、ちょっと普段の私たちの、仕事してる雰囲気みたいなのも皆さんにぜひちょっとこの時間で、知っていただければなと思ってますので、普段の呼び方、ちょっと最初私中村って言いましたけど、普段の中村さんとか良介さんとか呼んでるので、そういった感じの雰囲気で、お送りできればなと思いますので、あらかじめご了承ください。最初は中村さんの方から質問をしてもいいですか？はい、もちろんです。一回バトンタッチしますね。改めて中村と言います。よろしくお願いします。まず、宗像市についてということでですね、我々宗像市の職員が宗像市ってどういうところなんだろうっていう部分を話すときに、よく使うスライドをお見せしてます。宗像市をこうやって今、オンラインでですね、説明会を受けていただいているってことは、なんとなく宗像市のことを、知っていただいているのかなと思ってますけれども、場所としてはですね、博多と小倉の間、ちょうど真ん中にあるような市だというふうな部分が一番多く言われるところですね。JR の駅が3つあったり、島を持ってたり、まあ、当然海もありますし、山もありますしということで、ベッドタウンでありながら、まあ、自然豊かっていう、ちょっと特殊な街になってます。そして、歴史文化とかいう面でもですね、ご存知かもしれませんけれども、世界遺産、沖ノ島があるという町にもなっています。その写真は右の真ん中ですね。付けさせていただいてますけれども、こういう町で人口9万7千人ということで、10万人弱の市としてですね、今、町づくりをやっているということになっています。そして、目指す将来の姿ということで、では、その宗像市がですね、どういう町づくりをやっていくのかというときに、将来像を定めてます。第二次宗像市総合計画という10年ビジョンをですね、定めて、まあ、令和6年度いっぱいが一旦の計画期間になるんですけれども、そこで定めている将来像が、時を紡ぎ、躍動する街という言葉になります。これを少し分かりやすくするとですね、人、街、自然が共生する街であったり、人がつながり躍動する街。そして歴史文化を継ぎ育む街ということで、この三つが、宗像市を象徴するようなフレーズかなというふうに、私たち考えています。例えば、人、町、自然が共生する町であればですね、当然、町づくりっていうのは、市役所の職員だけがやるものではなく、そこに住まう人とかですね、当然、先ほど言ったような島とか自然とか、そういったものと一緒にですね、共生していることになりますので、みんなで一緒にやっていこうということが、やっぱりベースになっています。特に歴史文化を次育むというのは、昔から、古代からですね、続くこの宗像市という歴史を、やっぱりその次の子供たちにですね、しっかり伝えていくためにも、世界遺産というものを守り続けないといけないですし、それ以外の文化もですね、しっかり継承していきたいなというところで、街づくりをやっているというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。ここからですね、少し具体的な業務のお話をお伝えしていこうかなと思います。まず、共同の街づくりということで、先ほどお伝えしたような人ですね。ここに関わるような取り組みになります。左上の写真ですね。地域住民との円卓会議というふうなものを書いてますけれども、ここが、宗像市の本当に一番特徴的な取り組みの一つで、共同という言い方をしますが、宗像市が合併してからですね、街づくりをやってくるにあたって、小学校の通学区域の地区をですね、12箇所に分けてコミュニティというものを設定しました。で、それごとにコミュニティセンターというものを作って、地域の自治をですね、とても、
早い時期から進めてきたということがあります。なので、こういう地域住民たちとの会議を踏まえながら、地域ごとにまちづくりをやっているっていうような取り組みが全国的にも先進事例としてよく取り上げていただいているというような町ですね。そして右側、大学連携事業。地域の人たちだけではなくて、我々大学とも連携をしてまちづくりをやっています。この写真ですけれども、地元の大学生がですね、子どもたちに伝統とか文化、そして世界遺産の登録記念を記念して、上宿島、宗像、沖ノ島と関連遺産群、これを題材に書道のパフォーマンスをしてくれた際の写真になっています。その他にもですね、大学生の力による町の課題解決プロジェクトと称したような、地元の大学生と一緒に町づくりを考える取り組みもやったりしています。そして、このスライドの下半分のこの2枚ですね、もしかしたら皆様方、テレビとか、記事とかでですね、見てくださっている方も多いかなと思いますが、日の里団地という宗像市の団地の再生事業ですね。宗像市はですね、先ほどベッドタウンというようなお話もしましたけれども、この、言われとなっているものが、約50年前に、九州でもとても大きな、団地の再生っていう事業が、UR、都市機構と一緒にですね、始まった場所になります。そこで開発された団地がもう今50年経過してくるとですね、老朽化がだんだん進んできて、更新の時期に近づいてきたと。で、その時に、この人口減少時代ですね、すべての建物が更新できるかというと、やっぱそうではないので、今の街にあったようなものにリニューアルをするという取り組みを UR さんであったり、民間企業さん、ハウスメーカーさん、そういった皆さんたちと連携して、新しい街を作っていこうということで、やり始めたプロジェクトになります。もともとこの10棟あったこの UR の団地をですね、1棟だけ残してこのようにリニューアルをしました。このリニューアルした棟が48号棟という名前だったことから、日の里48というような名称の施設に変えて、この中に保育園が入っていたり、はたまたビールの醸造所が入っていたりと、いろいろなものがですね、この施設の中にあるという、ちょっと変わった建物になっています。で、さらにはこの右側の写真なんていうのが特徴的ですけれども、壁を登ることができるような仕組みになってまして、このアイデアっていうのが、中学生、小学生が日の里地域を活性化したいというところからですね、アイデアをもらって、大人が本気で考えて実現したというような取り組みになります。まあ、このようにですね、宗像市は住民、民間企業、そして行政、こういったみんないろんな人たちがつながりながらですね、それぞれの特徴、役割を生かした街づくりを行っているというのが、宗像市の業務内容の一つになります。はい。もう少し業務紹介しますね。ここで一旦またバトンタッチします。はい。では、ここから私、高村のバトンタッチをして、お話ししていきたいと思います。次に、業務内容として世界遺産の保存活用事業ということで書いてるんですけれども、実は昨年の3月末まで私も世界遺産課というところにおりました。で、皆さん、宗像市外の方も、まあ、世界遺産登録されている、世界遺産構成資産がある町ということで、宗像市を知っていただいている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、具体的に今どういった仕事をしていたのかなというところ、少しイメージ持っていただけるといいなと思ってます。大きく分けると、私がやっていた仕事っていうのが世界遺産って言っても、保存と活用と大きく分けて2つの仕事をしておりました。まあ、メインは活用の方になるんですけれども、先ほど中村さんの方からの共同の仕事が、共同ということ、キーワードがあったかと思うんですけれども、いろんな部署ある中でも、この共同って結構、エッセンスがいろんな部署であってですね、一つは、結構その写真の中で、少し、そうですね。ボランティアガイドさんとか、緑の服描いてる人とか、右上で言うと青い、ポロシャツ着てる方とかいらっしゃると思うんですけれども、この方たちって、市民ボランティアの方たちなんですよね。そういった方々を養成するというのも私の仕事の一つでしたし、こういった市民ボランティアの方と一緒に、宗像市内に住んでいる子どもたちに、宗像市内にどういった、貴重な遺産があるのかとか、どういった歴史文化があるのかと、
こういったことを、イベントですね、ちょっと遊びの要素も取り入れながら知ってもらうと、そういったような仕事をしておりました。特に私がやってたことで言うと、私自身も、こういったイベントの企画から運営をすることもあったりとか、市民の方だけでなくて、そこか県の方であったりとか、民間企業さんであったりとか、いろんな方と一緒にこう共同をしながら仕事をしていった、と、そういったところがあります。で、一方で保存の部分で言うと、私は、一般行政職という、一般事務職になるんですけれども、それ以外にも、専門職ですね、もいまして、基本的な専門職が、世界遺産のモニタリングとか、文化遺跡の調査とか、そういったことをしてるんですけれども、そういった方と一緒になって、海岸清掃ですね、結構この海のゴミって、この、宗像市の世界遺産も島なので、結構ゴミがたくさんこうあると、貴重な文化遺産を破壊するような力を持ったりとかしますので、そういったゴミの海岸清掃であったりとか、そういったこともやっておりました。続いてですね、離島における行政サービス、離島振興ということで書いてるんですけれども、最初に宗像市の紹介でもあった通り、宗像市の特徴としては、大島と地の島と2つの有人島があるというところも挙げられます。で、特に大島はですね、福岡県内で最も大きな離島でして、人口でいうと約500人ほどの方が住んでいる島でもあります。宗像市の河野港という港からですね、フェリーが出てるんですけれども、片道約25分くらいで行ける島なので、ぜひ皆さんもですね、結構観光で行ってもいろんなお店があったりとか、やっぱ本土側と違ってですね、島独特の雰囲気とかあるので、遊びで行ってみても面白いところじゃないかなと思ってるんですけれども、で、そんなところでどんな仕事を、しているかというと、仮名も結構面白いんですけれども、元気な島づくりかっていうかが、ありまして、どんな仕事をしているかというと、大島行政センターという島があるんですけれども、ちっちゃな市役所が島にあると思っていただければと思います。そういった、いわゆる市民課みたいなその窓口のような業務をしたりとか、写真でいうと左上で道路にこう倒木があるような写真が見えるかと思うんですけれども、こういった倒木の一時対応したりとかですね。で、一方で右上フェリー大島の写真載せてるんですけれども、このフェリーを運航しているのも実は市役所の職員と。これは専門職にはなるんですけれども、これも市役所の職員であったりとかします。で下には、これ皆さんご存知ですかね。リュウグウノツカイっていう、結構珍しい深海魚なんですけれども、これ体長がなんと4メートルと結構大きな、リュウグウノツカイ打ち上がってですね、ニュースにもなったんですけれども、こういった日常の島での出来事もですね、島のプロモーション、この宗像市自体のプロモーションということで、こんなことがあったよとメディアに発信して、大島を知ってもらうきっかけにする、そんなことも、島づくり課の職員の仕事の一つであったりとか します。続いて、宗像市役所の職場の雰囲気ということで書いているんですけれども、ちょっと仕事以外の部分でもどんな雰囲気で職員同士やってるのかなみたいなところを少しご紹介できればと思っております。で、写真はですね、上は先ほど紹介した大島での大島七夕祭りの様子なんですけれども、仕事以外で、ユース部というところで32歳以下の若手の職員と、合わせて1年目、入庁1年目の職員の、仕事以外でもつながりを持たせようということで、いろんなことをやってるんですけれども、結構ですね、従業員数も400人以上いるので、なかなか仕事だけではつながり持てない職員って結構いてですね、そういったところを、仕事外のところで、つながりを持って、いつもの普段の仕事を、よりやりやすくしようということでやっております。で、ちなみにこれはですね、そのユース部でこの大島七夕祭りに出展した時の様子なんですけれども、こうやって職員同士で地域の祭りに出展して綿あめ作ったりとか、ポップコーン作ったりとか、そんなこともしたりしています。で、合わせて下の右下の写真は若手職員での運動会って書いてるんですけれども、これはですね、今年度、令和5年度に入った、新人1年目の職員さんの、歓迎的な、イベントとしてやったイベントになるんですけれども、こういった、若手職員同士の運動会みたいなこともやってたりとかします。
で、左下は部活動と書いてるんですけど、私も実はテニス部とサッカー部と入ってるんですけれども、結構部活動はですね、若手職員だけではなくって、私が所属しているテニス部でいうと、まあ、課長級の50代の職員も一緒にやってたりとか、こういった本当業務外の部分でも、つながりをたくさん持って、普段の仕事で、やりやすいようにということでやっております。ちなみに先ほどまで、喋ってた中村さんは、明日試合に 出てくるそうですが、私はちょっとサッカー部入ってるんですけれども、ちょっと30分半走りきれないので、ちょっとお休みしようかなと思ってますが、頑張ってきていただきたいなと思ってます。はい。では、ここでですね、一旦ここまでの説明の中で、もっと仕事の内容ちょっとここ聞きたいよとか、皆さんから何か質問があれば、ここで一旦お話しできればなと思ってます。ご質問があれば、チャットの方に、ガンガンいただいて大丈夫ですので、チャットの方にいただければと思います。2人から今、やりがいを感じられたこと、仕事は何ですかというようなご質問をいただいてます。じゃあ、中村さんに聞いてみましょうか。お、いいですね。対談。一番ですね、職員の中でも配属された経験したかの数も相当多いですよね、中村さん。多いね。まず今、配属された課の数でいくと、後ほどですね、自己紹介とかもしようかなと思ったんですけど、配属された課の数だけでいくと8個あります。で、今14年目なので、まあ2年弱でいろいろな仕事に携わらせていただいているなというところが、私の今の市役所でのキャリアですね。で、その中でやりがいですけれども、やりがいっていうと、もうお客様が基本的には市民の方がお客様になるので、その市民の人たちがですね、やっぱり笑顔になるとか、君が携わってくれて嬉しいとか、そういった言葉がもらえるっていうのが一番のやりがいになります。で、こと私が今人事の部門に来て、こういう今お仕事をしてますけれども、配属されたのが10月からなんですね。なので今、まあ半年弱か。やってますが、お客様が、まあ、その市民がっていうところではなく、どちらかというと、市の職員の皆様がお客様になってきます。で、そういう時のやりがいっていうのも、職員の人たちから頼られるとかですね、中村に聞いておけば大丈夫とか、そういうふうに思ってもらえるっていうのもやりがいの一つかなというふうに思ってます。こんな感じかな。仕事のやりがい。高村はどう？そうですね。私が経験してきた部署って今まで最初が商工観光課で、二つ目が世界遺産課でと結構事業系が多くてですね、どちらかというと私は直接市民の方、窓口で市民の方と携わるということよりかは、市内の事業者さんと関わることが非常に多かったんですけれども、面白さとしては、自分たちがどうというよりかは、市内の事業者さんたちに稼がせるというか、宗像に来てもらって、そこで、宗像のお店でお好きになってもらうとか、お金を使ってもらうと、そういうことを、本当に寄り添ってできるっていうところがあるので、そこは、行政ならではの面白みかなというふうに思ってますし、そこの部分で、結構信頼し、商工観光からできたつながりで信頼してもらえて、私が世界遺産課に行った時に、世界遺産課いる時、市役所の中ではなくて、海の道宗像館という、まあ、いわゆる博物館みたいな施設で仕事をしてたんですけど、ここでこんな仕事できませんかみたいな言った時に、高村さんが言うなら出すよとか、そう言ってもらえた時は、本当なんか嬉しいなと思ったし、こうなんか今までやってきたこうやりがいというかですね、積み重ねだなっていうのを感じられたことはありましたね。やっぱり今、高村の話でもあったように、一つの部署で経験する仕事が次の仕事につながったりっていうのは、行政の仕事、独特だなというふうに、やっぱり思います。で、それが、楽しみというかですね、まさにこう質問してくださったようなやりがいっていうものになってくるんだろうなというふうに思うので、そういったところはですね、行政じゃないと経験できないんじゃないかなというふうに思いますね。まず今のが、皆様方からいただいたやりがいっていうキーの質問ですけれども、その他にですね、いただいているのが、人口を増加させる取り組み、観光で人を集めるような取り組み、その他、宗像市ならではの取り組み。ここ、多分3つですね、同じ観点から説明できるなと思って、ちょっと私の方からお話をすると、まず宗像市ってですね、ベッドタウンっていうのは最初の方に私お伝えしたんですけれども、定住人口、いわゆる人口を増加させるっていうところを、一番大きな目標にしてですね、街づくりをやっています。住みたい街、住み続けたい街というものを作るというものが、我々行政職員、宗像市のミッションですね。
で、そのためにではな、どんなことをするのかというと、先ほど、団地再生っていうのをお伝えしたようなものが、特にその特徴的な取り組みですね、ならではの取り組みになります。団地の一つをこう活性化させて魅力的にすることで、街全体にその相乗効果をですね、伝播させて、宗像市の魅力そのものを上げていくっていうものが、ちょっとわかりやすいような話になるのかなというのが一つですね。で、また別の観点で、人口っていうところではなくて、観光で人を集める。まあ、一時期までは交流人口とか関係人口とか言ってますけれども、そういう部分でいくと宗像はそれこそ海もあり山もあり有名な道の駅もあったり世界遺産もあったりと、そういう地域の資源というものに非常に恵まれている町になります。で、高村も先ほど言ったようなその観光でっていうところに行くとですね、地域の事業者さんたちが潤うような取り組みを市の職員がしっかり考えることでですね、人が外から来てそこでお金を使って、さらにその業が起きるというような形が、まさに宗像市の街づくりの魅力的なところなんじゃないかなというふうに思いますね。うん、ありがとうございます。特徴的なのはこういう感じかな。まだなんか結構いただいてます、ね。たくさん、ありがとうございます。なんか、全部答えられないことたくさん、ご質問いただいているので、また、2回ほど質問の、コーナーを取りたいと思うので、今いただいていて、回答できてない質問も、ちょっとそのあたりで、随所で取り入れさせていただければな、と思っております。ありがたいですね。ありがたいですね。では、ちょっとスライドの方も、進めながら行きましょうか。はい、そうです。あ、ちなみに野球部はありますよ。仕事以外のことです。野球部あります。部活動の紹介は私からしたんですけど、部活動で言うと、今、宗像市である部活動は、最初に言ったテニス部、サッカー部の他に、野球部、卓球部、バドミントン部、で、バレー部、陸上部。それくらいですよね。うん、そうですね、はい、で。ちなみにですね、今ある部は、これぐらいなんですけど、この部作りたいっていうことで、ある程度の、一定の人数が集まるようであれば、新しく作るっていうことも、システム上可能ではあります。もうそこは、結構ですね、バスケとかやる人いるんですけど、なんでないんだろうなと思ったりしてるんですけど、うん、確かに、ね。作ろうよっていう人がいればできるってこともあり得るかなと思ってます。一旦ちょっと進めさせてもらいましょうかね。たくさん質問いただいてありがとうございます。まだちょっと回答できてない方申し訳ないんですが、ちょっと次のこのまま進めさせていただきたいなと思います。反応いただいている方もありがとうございます。はい。では、少しスライドの話に戻って話をさせていただきますね。求められる職員像ということで、ここに表示してますけれども、宗像を愛し、市民から信頼される職員。これをですね、宗像市の職員が目指すべき姿ということで掲げてます。なので、当然ですね、入庁、採用を考えていらっしゃる皆様方にもですね、ぜひ、この言葉っていうのは意識していただきたいな、というふうに思ってます。宗像を愛しっていうふうに書いてますけど、この愛しっていうのはですね、宗像でやっぱり働く以上ですね、宗像のことをやっぱ誰よりも好きでいてほしいし、知ってほしいという思いをここに込めています。そして当然ながら、この後半部分の市民から信頼される職員っていう部分については、市民の方々からいただいた、お預かりした税金を使ってですね、街づくりをしていくので、市民の方々から信頼されるような使い方をしないといけないと。というものが当然ながら公務員にとって課されるお話になります。なので、市民の方々が喜ぶ、市民のために街づくりをするというところが、ベースになっているということを、ぜひぜひですね、分かっていただければなというふうに思っています。少し具体的にお話を、すいません、スライドが映しました。具体的なこの言葉をですね、話をすると、3つ、下の文章分かれるかなと思っています。上からいくとですね、優しさと誠意を持って接し、わかりやすく説明できる職員。そして、前例にとらわれず日々改善改革に取り組む職員。で、三つ目が、公務員としての倫理観、使命感を持ち、チームワークを発揮しながら仕事に取り組む職員。この三つが要素になります。まず一番最初の優しさと誠意を持って接し、わかりやすく説明できる職員というのはですね、
行政がまちづくりを進めていく上では、やっぱりこの情報とか知識っていうものが当然ながら必要になってきます。で、私のキャリアもそうですけど、移動っていうものも出てきますので、またそこから勉強し直すといったことも、多くございます。そういった場合にですね、住民の皆さんに対して、幅広い知識とか専門性を持ってですね、相手の気持ちにもちゃんと寄り添いながら説明をしていかなきゃいけないっていうものは、どの部署にいても、どのような仕事をしても、やっぱり、学ばないといけないというか、律しないといけない部分かなというふうに思っています。そして2個目、前例にとらわれず、日々改善改革に取り組む職員。これがですね、宗像市の職員としての、ある種、尖っている部分、特徴的な部分になります。行政の、仕事でイメージ、もしかしたらされやすいのかなと思っているものが、前例踏襲、今までやってきたものを同じようにやる。とか、窓口の業務、事務仕事、こういったものが、イメージしやすいんじゃないかなと思いますけれども、今から先の街づくりっていうのは、どちらかというとそういったものがなくなります。前例っていうものがそもそも通用しないような世の中になってきてますし、わかりやすいのがデジタル化とかコロナとかですね。そういったものっていうのは今まで例がないお話ですし、そういったものも、ちゃんと分かった上で立ち向かっていけなきゃいけないっていうことでいけば、日々改善改革っていうものにも、やっていかないといけないと。そういう前向きなチャレンジングな職員というものがやっぱり求められているという時代になっているので、ここは、宗像市のマインドとしてですね、しっかり意識していきたいなというところになります。そして最後、公務員としての倫理観、使命感を持ち、チームワークを発揮しながら仕事に取り組む職員。これはですね、宗像市の職員としてのもう本当に基本的な姿勢というものを示しています。倫理観、使命感に加えてですね、協調性とか責任感、公平性とか誠実、こういった言葉が当てはまるかなと思いますけれども、職員間、そして市民とか民間の方、そういった方と協力しながら、こういう資質を持ってですね、仕事に取り組むことで、まちづくりに還元されるというふうな形でですね、職員像というものを我々、意識しながら仕事をしているというふうに思っていただければいいかなと思います。なので、これから、皆様方入庁を考えていただく際にはですね、こういう、職員の方々がいるんだというふうに思っていただいて、ぜひ、採用試験をですね、考えていただきたいなというふうに思っております。次、6、人材育成についてということでご説明をします。今ですね、説明をした、職員像があったかと思いますけれども、これに向けてですね、こういった職員になるためにどういった研修が用意されているのかというふうに見ていただければいいかなと思います。まず最初にですね、宗像市の研修制度かなり手厚いと思っております。こんなに研修がある自治体っていうのはそうそうないんじゃないかなというふうに、ある意味自負をしているものになりますので、そういった意識で見ていただけるとありがたいなと思います。まずですね、入庁っていうのは市役所に入った後すぐってことですね。3日から4日ぐらい、新規採用職員のみの研修っていうものを実施します。でそこで、公務員としてとか、市役所で働くにあたってとか、そういったお話をさせていただきながら、その後に、部署に配属をされるという流れになります。そして、配属された後は、まず1年間ですね、先輩職員1人がトレーナーということで、マンツーマンで指導や育成を行っていくような体制をとっています。それが新人の時のお話ですね。で、採用から、その後、まあ、30歳、35歳ぐらいまでを皮切りに、能力の育成から能力が拡充していくというフェーズに入っていって、最終的には能力の発揮、活用というところまで、退職まで切れ目のない育成機会を持った研修制度が充実してますので、この間にあるですね、若手職員の期間、そして経験年数にある程度応じた管理職の期間、そういったものにも合わせたような研修制度を充実させていると思っていただければいいかなと思います。そしてさらに特徴的なのが、市役所の中だけでの研修じゃなくてですね、民間企業の方々と連携したような研修であったり、自分自身のキャリアとか働き方について考える研修であったりというものも、宗像市の研修の特徴として持っています。少し主な研修メニューを紹介しますけれども、この表の見方が、左側、係員、係長、課長、まあ、いわゆるその身分ですね。係員っていう、
身分と、まあ、マネジメントをする係長で、さらにその上の課長というふうに見てください。そして真ん中に研修名があって、右側がその研修の概要ですね。まず、上から2つありますけれども、係員が対象としている研修が、上から20代、30代向けのキャリアビジョン研修。行政職員としてのキャリアビジョンを描くための手法や考え方などを学びましょうということですね。移動とかが多いので、なかなかこうキャリアっていうものを描きにくいかなという部分も、我々行政職員の悩みの一つとしてもあるので、そういったところに対する研修だと思ってください。そしてチーム力向上研修っていうのは、行政職員でですね、一人で仕事をするということではなくて、所属みんなで、係チームで仕事をしていくっていう、イメージがいいかなと思います。なので、自身の役割とか、仕事へのモチベーションとか、そういったものをですね、発揮する、上げるための研修っていうものも設けています。で、さらに、マネジメントをする係長、課長の人たちが、チームのビルディング研修ですね。要はその、係とか課を統率するための、学ぶための研修であったり、キャリアをデザインする研修。先ほどキャリアのビジョン研修という若手向けのお話もありましたけれども、そういう若手に対して、しっかり指導ができたりとか、まあ、自分自身、管理職の自分自身のキャリアを考えるための研修というようなイメージで、思っていただければいいかなと思います。そして一番下にある宗像ワンチームプロジェクトっていうのが、少し、こういった研修とは変わっててですね、所属とか立場を超えて、チームを作って行政課題の政策に着手していくというような研修もあったりします。こういったものをですね、研修メニューとして揃えているということは、まあ、いわゆる何が言いたいかというと、街づくりっていうのは、やっぱり自分たち職員がですね、まず、しっかりしないといけないと。それが市民のためにつながっていくということになりますので、ぜひぜひですね、一緒に成長していきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここでバトンタッチします。はい。では、ここからは、勤務条件と職員情報というところでご説明をしたいと思います。今、画面の方に表示しているのは、令和5年、昨年の10月時点での情報になります。職員数としては472名、平均年齢 42.2 歳。で、係員、係長、課長、部長と、ということにお人数は記載の通りということになってるんですけれども、まあ、係員274人と書いてるんですけれども、かなり、最近で言うと、毎年20名以上の方が入庁してくるので、平均年齢としては、どんどん下がっていく傾向にあるのではないかなと思っております。で続いて勤務条件と諸手当についてです。勤務時間については8時半から17時ですね。でうちお昼休憩が12時15分から13時の45分ということになっております。で休日は、完全週休2日制、原則土日、祝日、年末年始がお休みですというふうに書いてますので、まあ、カレンダー通りのお休みということでご理解いただければと思います。で有給休暇が年間20日で、入庁初年度は15日と書いておりまして、最大20日まで翌年に繰り越しが可ということなので、2年目以降に関しては最大で年間で有給が40日あると思っていただければと思います。まあ、この40日っていう数字はかなりですね、まあ、大手企業と比較しても、引きを取らないようなかなり手厚い処遇だろうなと思っているところです。で、合わせて、その下に1時間単位の時間休みとしても取得可能ということで書いておるんですが、勤務時間が8時半から17時ということで書いておりますので、フレックスタイム制みたいな、この日は9時半に行きますよみたいな制度がないので、午前中ちょっと用事があって遅れて出勤しますよとか、今日は午前中のうちで帰りますよとか、そんな時は1時間単位でこの有給を使ってもらって10時半出勤するとか、午前中で帰るとか、そういった働き方をしていただくと思っていただければと思います。で、続いて特別休暇ですね。特別休暇、夏季休暇、夏休みが、これ6月から10月の間に、5日間取れます。で、合わせて、まあ、出産であったりとか育児休業ということで書いてるんですけれども、まあ、皆さんのライフステージに応じて、お休みが各種あると思っていただければと思います。
そして諸手当の方は、まあ、もろもろ書いてるんですけれども、まあ、多くの方で該当してくるところで言うと、まあ、通勤手当、住居手当、このあたりは、皆さん状況、まあ、お住まい、家賃であったりとか、通勤距離に応じて手当があると思っていただければと思います。そして、その後ろの期末手当、勤勉手当、まあ、いわゆるこれはボーナスと思っていただければと思います。続いて、平均時間外労働と書いておりますが、先ほどですね、のスライドで、勤務時間8時半から17時ということで、ご説明をしたところなんですが、まあ、必ずしもこれ5時に帰れるわけではないよということは思っていただければと思います。たまにですね、やっぱり市役所って仕事が楽だよね、8時半で定時でまあ毎日帰れるよねって思われる方いらっしゃるんですけれども、やっぱり、それは必ずしもそうではなくって、で、この14.2という数字は、職員全体の、月ごとに、年間を月にならして、出した数字なので、まあ、必ず、まあ、毎月14というよりかは、年度末の3月であったりとか、まあ、例えば税務課であった、あれば、確定申告の時期がすごい忙しかったりとか、まあ、わかりやすい例で言うと、災害があったら、出動を我々、命一番しないといけないので、そういった時期であったりとかですね、によって変動がありますし、これは、配属によっても、やっぱり、多いところ、少ないところがあります。ので、これはやっぱり、場所場所であったりとか、時期によって変わるということは、理解していただければなと思います。そして続いて、有給休暇の取得率ですね。まあ、年間で20日付与ということで、先ほどご説明をしたところなんですけれども、取得率としては平均で15.5日ということになっております。ちょっとフルフルで、平均でならすと取れてはいない現状ですけれども、まあ、かなり、消化率としては、高いのではないかなというところで考えております。で、続いて、管理監督職の割合ですね。平成28年の女性管理監督職の割合が16.7%と書いてるんですけれども、令和5年度で言うと28.4%と、まあ、結構ぐっと上がってきているような状況にあります。で、これはですね、もう、男性女性であって、に関わらず、やる気がある方、まあ、能力が高い方については、どんどんこう、係長級、課長級に上げていこうというところが、組織的な考えとして現れているところだろうなと思います。続いて、出身地と通勤状況についてです。これパッと見ていただいたときに、実はですね、出身地、宗像市外の方の方が多いんですよ。多分皆さんイメージされているところと逆なんじゃないかなと思うんですけれども、実は宗像市外出身の方の方が多いです。これは、もう採用試験の時に宗像市に住んでる方が、有利ということではなくって、もう、こういうことがしたいから宗像市に来たいんだと、そういった思いを持っている方であれば、もう出身にこれは関わらず、採用してますよというところが数値で出ているところだろうなと思います。で、続いて通勤状況についてです。通勤状況については、やはり、まあ、宗像市内在住している方が多いですね。まあ、これは、まあ、災害時だったりとか、命一番に出ないといけないということもありますし、やはり、まあ、単純な話、職場と家が近い方が楽だよねというようなこともあって、ほとんどの方が宗像市内に住んでるんじゃないかなと思います。ちょっと話の趣旨からはずれますけれど、ちなみに宗像市の職員で食事とか飲み会行くことはやっぱり宗像市内が多かったりとかするので、そういったことからも宗像市内に住むという選択をしている方が多いんじゃないかなと思います。はい。では、ここで、またブレイクタイムを取りたいなと思っております。また質問を先ほど回答できてない部分であったりとか、新しくいただいている分で少し回答できればなと思います。また追加で、この2文目で話したところで新しい質問ある方も、チャットの方にですね、いただければと思いますので、よろしくお願いします。答えれる、じゃあ、なんとなく私が答えれそうだなと思うのからいくと、さっきやって一番大変だったことは何でしょうかっていうことですね。これ、私、結婚してまして子供いるんですけど、仕事がすごく忙しい時期、先ほどの時間外の話もあったと思いますけど、
時間外残業しながら子供が風邪をひいた、熱が出た、奥さんは仕事で帰ってこれないみたいな時が重なった時っていうのがすごく大変だなと思います。特に子供を育てながら仕事をするっていうのは思ってるより難しいなと思ってますし、逆に子供がそういう背中を見てくれる、お父さんかっこいいなみたいなところでも逆にいいのかなとも思うので、そこら辺がうまく自分の中で落とせなかった時がきついなと思いましたね。ただまあそれを過ぎてしまうと今ではいい思い出なんですけど、それが今記憶にある一番は大変だったなっていうのがありました。あと仕事だけで切り取るとですね、何かを一つ作る、生み出すっていう仕事をすると、それはある種大変だなと思います。終わってみるとすごいやりがいがあったなというふうにはなるんですけど、それが今日の初めの方のスライドで説明した第二次宗像市総合計画っていう10年ビジョン、これを10年ぐらい前にですね、策定に携わらせていただいたのが私になります。3、4年かけて作った計画になるので、なかなかの思い入れがやっぱりありますし、なかなか大変だったなというところもあります。何もないところからやっぱり生み出すっていうのはすごく労力がかかる一方、出来上がったもののこう見た時の感動はですね、本当になかなか味わえるもんでもない。本当感動して冊子見た時はですね、本がこう出来上がってくるんですけど、涙が出た記憶があります。やりがいにもつながるかなという部分になりました。はい、なんかある？なんか、じゃあたくさん質問いただいているので、いろいろ、次ですね、勤務地が島田の市役所以外になることはありますかというご質問いただいてます。結論から言うとありますね。宗像市内でいうと、最初にご説明した元気な島づくり課に配属になると、フェリーで島の方に出勤するということがあります。であったりとか、私のように世界遺産課は宗像大社の前の海の道宗像館という施設に配属になっていたので、市役所外になることはありますね。でほとんど県外は、市外は多くはないんですけれども、出向の場合もありますので、民間企業でいうと日本航空さんであったりとか、トヨタ自動車九州さんであったりとか、あと国への出向ということもありますので、そういった場合は市外になる場合もありますね。あんまり多いパターンではないですけれども。続いて、お二人が他にも市役所がある中で宗像市を選んだ理由は何ですか？なんか中村さん面接を受けてる。中村さんは何ですか？ですね、自分は市役所の中で宗像市を選んだっていうことではなく、宗像市で働きたいから市役所を選んだっていう方ですね。なので宗像市僕出身なんですけど、市役所、それ以外の市役所っていう選択肢がそもそもなかったというのが自分の答えになります。高森君、ここちょっとさ後で出てくるところで話そうかなと思ってたんですけど、私実は出身は埼玉県の所沢市で、宗像と全く縁もゆかりもないタイプで、珍しいタイプです。で、宗像市を選んだのは一番最初の入り口は、私福岡に住みたいっていう理由で、で福岡市から遠すぎるとこは嫌だなと思ってたのと、合わせて海沿いに住みたいなと思ってたので、ある程度福岡市から周辺の海沿いの町で絞られてきまして、で合わせて私大学で勉強してたのが観光学という学問でした。で、そこからなんか、地域の観光資源を生かした街づくりみたいな仕事したいなって思ったときに、なんか市役所の仕事って面白そうだなと思って市役所を選んだんですけど、なぜ宗像を選んだかっていうと、糸島とか宗像とかちょっと悩んだところあったんですけど、糸島って観光っていう意味で言うと結構もう完成さに近いというか、かなりもう街ではあるので、一方で宗像って世界遺産あるけど、観光で宗像めがけてくる、県外から来るってそんなに多いパターンではないっていう意味で言うと、これってまだこう成長の余地があるというか、仕事をするっていう意味で言うと、なんかやりがいあるんじゃないかなみたいな、そんなことを学生の頃で考えてみながら選びましたね。大層なこと考えてる。いや、ですよね。故に受かったかもしれないですけど。学生ながらにすごいです。もう少し行きましょうか。うん、一緒ね、した理由はそうですね、今私がお話ししたようなところです。
さっき、育児をしながら仕事をする上で、育児をしている方が配属されやすいかなどはあるのでしょうかというふうにいただいているんですね。少し私が育児の話をさっき触れましたけれども、育児をしているからといって配属がされやすいっていうのは、あまりないかなというふうに思っています。育児をしながらでも、その限られた時間で最大のマンパワーというかですね、成果を上げるっていうものが、仕事の仕方になるので、あくまで仕事がまず先ですよね。そういうふうに考えていただければいいかなというふうに思いますね。この後のスライドもあるので、かなりいただきそうですますね。ね。おお、たくさんいただそれきまでしいきましたね。ちょっと先にスライドを進めながらいきましょうかね。た。そうありですがとうごね。ざいます、皆さん。また後ほど回答させていただきます。あ、これか。はい。先輩職員の声ということで、もう何度もお話ししてますけど、私、中村と高村が今までのお話含めてですね、いろいろとトークテーマを決めながらやりたいなと思ってますが、改めて自己紹介でもしますかね。はい。じゃあ、高村からお願いします。はい。改めて、人事課の高村と言います。私は、平成元年ですね。平成元年じゃない。平成31年、令和元年入庁になります。ちょうど令和に変わった年に入庁をして、今、入庁5年目になります。で、私は大学卒業してストレートで入ってきているので、今、27歳ですね。で、先ほど質問の中でもお答えした通り、私出身は埼玉県の所沢市です。で、海沿いに住みたいと言ったのは、釣りが趣味だからですね。観光学学んでたということもあって、旅行とかドライブが好きです。で、今までのキャリアはというところですけれども、ここも少し触れましたけど、私、その観光に携わりたいというふうに入ってきまして、ありがたいことに、行きたかった課に配属をされて、商工観光課に2年間、世界遺産課に2年間、そして、今年度の4月から人事課というようなキャリアを入っゃあ、次、中村さん。はい。私は入庁して14年目ですね。36歳になります。高村と一緒で、大学卒業後、そのまま、市役所に就職をしたという形になりますね。で、出身は、先ほど市役所を選んだ理由はみたいな話いただきましたけれども、ここ、宗像市になります。で、趣味はサッカーですね。明日試合です。はい、多分怪我すると思いま頑張っす。てください。そして、キャリアが、8個あるっていう移動があって言わなしましたけれども、すべて列記するとこんな感じですね。まず、福祉系の仕事で生活保護の担当を2年間しました。で、その後、先ほどお伝えしたような、総合計画っていう10年の計画を作る部署ですね。経営企画課に3年、いました。で、その後、スポーツって書いてる部分が、大きなですね、体育館を、建設を検討するっていう部署が、この時、新設でできて、そこで検討するプロジェクトに携わってきたのが1年間あります。で、その後、先ほど民間企業の出向っていう、他のところで暮らす可能性みたいな、勤務する可能性があるよっていうところでありましたが、豊田九州の方に、出向しておりました。これ2年間ですね。で、その後戻ってきて、ふるさと納税の仕事をしておりました。これが1年半。そして、財政課というところですね。市の予算とか、そういったところを管理したりするところ。ここに2年半おりました。そして、都市再生。先ほど団地の再生、日の里のお話とかビールの話しましたけれども、ここに1年半いて、この間の10月に、ここ人事課に配属されたという経緯になりますね。すみません。少し長くなりましたが、以上8個の部署になります。じゃあ、トークテーマもありながら、チャットでいただいたご質問もあそうりでなすね。がらお話ししましょうかね。はい。もともとトークテーマ決めてたのがですね、入庁のきっかけはっていうのがあったんですけど、さっき2人とも入庁のきっかけはもう話してしまったので、一旦これもないかな、もう終わったかなっていうこと、仕事のやりがいも、確か最初の質問が、やりがいのお話だったかなと思うので、これも皆様方の質問でいただいたっちゃったかなと思ってますね。なので、質問ベースに答えていきましょうかね。じゃあ、次の質問。
ってみましょうか。2年ほどで移動しているということですが、新しい配属先で業務になれるまで心がけていることがあれば教えてください。お、移動のプロの中村さんが。移動のプロかもしれないですね。ちょっと聞いてみましょう。確かにおっしゃる通りですね、業務になれるまでが確かにきついですね。私も、やっぱり移動が多いから移動って慣れてるでしょってよく言われるんですけど、慣れるまでが多分早くなってるっていうだけかなと思います。仕事は確かにガラリと変わります。福祉の仕事を最初してたのが、例えばスポーツの部署に行ったら、もうやってることなんて全然違うし、お客さんも違うということになるので、じゃあその中でどうしているかというと、その中でも変わらないものっていうのが大きく二つだったんです。一つは、一緒に働いている人っていうのが同じ、会社の人というか、市役所の人なので、顔見知りですよね。で、みんな、コミュニケーションを普段取っていれば、知り合いばっかり。なので、聞きやすいし、コミュニケーションも取りやすいから、そこは変わらない。ある意味、強みだという部分ですね。そしてもう一個変わらないのが、仕事のやり方みたいなところですね。いろんな部署を経験するんですけど、仕事のやり方っていうものが自分の中で定まっておけば、これは変わらずとも、やる目的とか、やる手段っていうものを、つどつど変えながら仕事ができるんじゃないかなと思ってます。なので、いろんな移動を繰り返すことでおそらくそれが慣れるまでのスピードが速くなるっていうぐらいのことで、慣れるまでのそのコツみたいなものではないかなと思います。心がけていることということでいけば、ひたすらコミュニケーションを取ることですかね。僕、今こうやって喋ってますけど、結構いろいろベラ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 喋ってるタイプなので、まあそういったことで、ある意味こう仕事を自分なりにしやすくしたり、自分のことを相手の人に知ってもらったり、ということを心がけているかな、という部分ですかね。高村はでも2年できて今人事だから、多分、ある意味早い方かな。そうですね。同期の中では早い方ですね。私以外に3部署目経験しているのは中東で入った方だけなので、かなり早い方だと。そうやね。その中でやっぱりある、心がけて。心がけている、まあ、慣れるまでに心がけてることっていうのは実はなくって、中村さんが言われたように、人はもう元々知ってる人ですし、多少移動があっても、やる仕事は変わるけど、そんなになんか、ガラッとこう、我々まあ、公務員っていうこともあって、で基本的にこの考え方とかは法律、まあ、扱う法律が変わったりとかはするものの、まあ、細かい業務の契約のやり方だったりとか、お金払うやり方みたいなところは同じところがあるので、なんかガラッとこう、ああ、みたいな、もう一からもう何もかも新しい部署でわからないみたいなことはなくって、その部署でどういうミッションでどういうことをやってるのかっていうことがあるだけで、で、その中で私が心がけている、慣れるまでとはちょっと違うんですけど、心がけていることで言うと、まあ今までで経験した部署とか、自分の個性とか、なんか今の部署で、自分だからできたこととか、できることって何だろうみたいな、そんなことは心がけながらやってはいますね。慣れるとはちょっと違うんですけど、はい、そんなところでしょうか。まあでも、その社会人としてみたいなところは皆さん多分一番気にするところかなと勝手に思ってますが、初めて多分社会に出た時に、どういう心持ちで仕事をしていくのかっていうのが今もうまさに高村が言ったようなところかな、心がけのところかなと思うので、そういった意味ではですね、まあこう、宗像市役所でという切り方じゃなくて、まあこれから歩んでいく社会でっていうふうに聞いてもらえるといいのかなというふうに思います。そして、その下でいただいている、在宅勤務やリモート対応を導入しているような、まあ確かに導入しています。できるんですけど、どのような業務でどのような部署でっていうとですね、具体的にこの部署でできるできないっていうものは明示はされてないと思ってください。実際に配属された時の状況、例えば人が例えばある一定の時期少ないとかですね、そういった時には当然その在宅勤務とかリモートっていうものをしてしまうと窓口に出る人がいなくなって市民の方に迷惑がかかる、そういった時は当然できないですし、まあその逆もしかりで、できる時はやることができる、そういったものは上司の業務のマネジメントの管理の中でですね、都度相談してできるかできないかを考えるような形になりますね。ちなみに私もたまに在宅勤務で一日いて家でずっと仕事してるかというよりは、その先ほどの子供のその風邪で帰って残した業務を家でやる、そういったことはできるようになってますね。
所移動はどのくらいの頻度ですか？ 2、3年くらいですかね、大体。うん、そうやね。で、僕と高村は多分、その2、3年の中の早い方、2の方に寄ってる。はい。って思っていただければいいです。明確に決まりはないですね。はい。どうですか？皆様方の聞きたい答えになってなかったら、また教えてくださいね。特別休暇。子や家族の看護に際して使用する看護休暇は年間何日付与されますか？これはですね、子供1人当たり5日です。だから2人いたら10日付与されます。そういった考え方ですね。はい。高齢化で起こっている課題やそれに対する取り組みを伺いたいです。その関連の部署いましたな、高村さん。高齢化、いや、高齢者の方と接する部署はあったけど、これを課題として解決しようとする取り組みをしたような部署はないか。高村もない。私もないですね。で、まぁ、ちょっとその、研修とかの中で、高齢者支援課に配属されている職員と話したりとかですね、まあ、若干は知ってるんですけど、やってることで言うと、いわゆるその、地域 の、 あの社会福祉協議会かな、うん、あのそちらとのやり取りをメインでその地域の担当を持ってやっているようなことが多くて、まあ、現場ベースで言うとあのそこの施設 の、 あのスタッフの方であの高齢者の方を見守っているとかそういったことをやっているということでしたけど、うん、まあ、そことそのまあ現場に対して市役所としてどうサポートしていけるかとかどういう体制が必要かとかそういった視点で関わっていることがあのその課では多いというふうには聞いてましたけど、私もちょっと実はそこはあの具体的に細かくお話しできるほど詳しくはないんですけれども、そんなことをしましたね。宗像市の街づくりで考えたとき、高齢化ってもう必然なんですよね。特にこのベッドタウンで、その昔からあの住まわれて、宗像市のことを好きでですね、長年住んでくださっている方が、当然あの高齢化をしていきますので、これは避けては通れないところになってきます。で、その中で、あの高齢化の取り組みって基本的にはですね、あの国全体でやっていくお話になるんで、例えば介護保険制度とかですね、そういったものは、あの、介護保険料をいただいて、それを原資にいろいろな介護サービスをしていくと。で、その介護サービスっていうものをやるときに、市の職員がですね、あの、どういう介護のメニューにしようかとか、新しい介護の取り組みを考えようかなんてことを考えているという部分になりますね。で、特に宗像市は、あの、先ほど地域自治、共同コミュニティみたいなお話をしましたけれども、そこが、あの、秀でてますので、地域ごとに、あの、いろいろな、こう、介護の健康づくりとか、高齢者の方が生き生きと暮らせるようなあのソフト事業、まちづくりの取り組みとか、そういったものをあのやってますので、あの、そういう意味ではですね、地域の方々があの比較的暮らしやすいんじゃないかなというふうに思ってますね。あとは、公共交通がこれからあの高齢者の方が増えてくると、なかなかこうバスに乗るまでの間がとかですね、そういったものは国ベースで今から検討があの進んできているようですので、そういったものの動きを見ながらですね、あの、これから我々の街づくりにも活かしていきたいなというふうに、あの、街全体としては考えているような形ですね。はい。たくさん質問いただいてますが、最後に質問の時間まだ取っているので、一旦次のお話をさせていただきましょうか。思った以上にたくさん皆さんご質問いただいてありがたいですね。ありがたい。じゃあ、一旦先輩職員の声もこれで終わりながら、はい、次に行きましょう。はい。では、ここからですね、あの、まあ、いわゆる今日の説明会の本丸、採用情報についてということで、あの、ご説明をさせていただきます。令和6年度、今年度はですね、あの、第1期試験として、あの、今日から、3月15日からですね、2種類の、あの、試験区分を、あの、設けることにしております。1つ目が上の19歳から21歳枠。そして2つ目が真ん中、22歳から25歳枠ですね。それぞれあの採用人数4人程度、6人程度ということを予定しておりまして、最終合格の発表時期は5月下旬ということになります。で、入庁時期が選べるようになっていまして、最速あの7月1日からあの働くことができるようになっております。はい、でそして1期試験ではですね、あの今日もしかしたらあのお話聞いてくださっている方々の中にいらっしゃらないかもしれないですけれども、4月12日から社会人経験枠の試験も始まりますので、もしあの該当の方がいらっしゃればですね、あの、ぜひあの見ていただければなというふうに思っております。
そして、下半分が青い色で書いてあるスケジュールですけれども、これが第2期試験ですね。夏頃に実施予定ですけれども、まだ募集の要項とかをですね、正確に固めていないので、これぐらいの今情報量になっておりますが、実施をしたいと思っておりますので、こちらも、ぜひ、お見知りおきをしていただきたいなと思っています。そしてですね、このお話をしたときに一つ注意点があるのが、1期試験で試験を受けた方はですね、2期試験で受けれない。逆もしかりということになります。年間で1回だけしか試験が受けれないので、そこだけご注意をいただければと思っております。そしてですね、宗像市職員採用試験の最大の特徴が、すいません、スライドがちょっと変わっちゃいました。最大の特徴がですね、一番下の赤字、公務員試験対策がいらないということですね。我々は人物重視の採用試験を行っておりますので、本当に一緒に働きたいなと思えるようなですね、仲間を募集しているということになりますので、ぜひぜひ、宗像市をご検討の方はよろしくお願いしたいというふうに思います。はい。で、少し細かなお話をしていきたいと思います。もし、お受験をですね、考えていただく、いただける方はですね、この流れに沿って、まず、見ていただければと思います。まずですね、最初に、受験の申し込みが今日から始まるという部分ですね。申し込みをしようとした時の仕方ですけれども、宗像市の職員採用試験のページから、申し込みのリンクを開いてください。そうすると、氏名や、長所とかですね、採用予定年月日などの、ヒアリングシートを入力するようなシステムに飛びますので、そこで、受験の申し込みをしていただくということになります。スマートフォンでも大丈夫です。で、そのままの流れでですね、録画面接というものに移っていきます。録画面接で聞くことは2つですね。この赤字で書いている、宗像市職員を志望する理由。そして、これまでに力を入れて取り組んだことと、そこから何を得たのか。この二つを聞きますので、それぞれで録画を通るというような流れになります。で、録画面接の取り方はですね、そのシステムに従っていただければ、わかるようになってます。一つずつこの項目ごとに取っていくような形で、になってまして、失敗したな、もうちょっと綺麗に喋れたのにな、なんて時はですね、取り直しも何度でもできますので、そのような形で録画面接まで進めていただければいいかなというふうに思います。で、ここまでの締め切りが4月の4日ですね。ここまで終わった方はですね、少し待ってください。市役所の方から、我々の方からですね、連絡が入ります。で、その連絡に何が書いてあるのかというと、テストセンターでの受験をお願いしますという連絡が届きます。それが4月5日までに受験案内として届きますので、それを待ってですね、受験希望の場所を各自そのテストセンターで予約をして受験をしていただくというような流れになります。ここまでが一次試験ですね。そして一次試験の合格発表が4月26日金曜日を予定しておりまして、宗像市役所のホームページで合格者の発表を行いたいと思っております。で、その後ですね、二次試験に進まれた方については、またご案内をしますけれども、合格者にですね、5月の11日、もしくは5月の12日のいずれかに、宗像市役所の方でですね、試験を実施する予定にしております。で、そこを通過された方はいよいよ最終試験ということになりまして、5月の25日の土曜日、宗像市役所で面接を行います。そして最後の合格発表ですね、が5月の31日金曜日を予定しているという流れでございます。はい。ここまでですね、様々な情報をお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。ですね、まだ質問とかもいただいているので、随時回答はしていきたいなと思いますけれども、この超えて超えるというこのチラシですね、この後ろにもこうやって貼らせていただいてますが、私たちが今回、令和6年度の、皆様方の職員採用を行うにあたってですね、考えたチラシになります。このフレーズにですね、宗像市役所で働いている私たちのマインドっていうものをしっかり入れたものになってますので、ちょっとここら辺に関わるですね、僕たちの思いみたいなものを少し伝えさせていただきたいなと思ってます。なので、あえてこういう対談形式みたいなことをしているというところもあります。ですね、宗像市の職員採用っていうものは、当然、私たちの仲間を募集しているというと、言葉は綺麗なんですけれども、自分たちと一緒にですね、新しい街づくりにチャレンジしてくれる
人を募集しているというふうに思ってください。市役所での仕事ってですね、そんなにこう、同じようなことをするような仕事でもないですし、5時になったらすぐ帰れるとか、そういった仕事でもありません。町のために、市民のために、どういったことができるんだろう、みたいなことを考えながら、ある意味自分の可能性をですね、信じて、こういう町づくりにしたいんだっていう思いを実現させるような、仕事なんだというふうに思っていただきたいなと思ってます。なので、挑戦をいろんなことにしてみたいとか、チャレンジをしたいとか、そういった方々が向いているような職場なのかなとも思ってますし、ことこの宗像市にあたってはですね、そういう挑戦をさせてくれるフィールド、挑戦ができるフィールドっていうものが揃ってるなというふうに自分たちは思ってます。なので、もうまさにこういう場のセッティングとか、新しい取り組みっていうものも、我々が自分たちで発案してやらせてもらってますし、あ、そうなんだと、まあ、では多分今皆さん思ったと思うんですけど、そういったことができる場だと思ってください。なので、これからその社会人としてですね、皆様方が社会に出ていく中で、多分こう、宗像市役所以外の公務員、市役所とかですね、はたまた民間企業を見られている方がいらっしゃると思うんですけれども、その時にどういうところで働いたら自分は楽しいんだろうとか、人生を謳歌できるんだろうとか、そういうふうに考えていただきたいですし、多くの時間を過ごすのはやっぱり仕事なので、そこで選ぶ職場っていうものは、ぜひぜひですね、本気で考えていただきたいなと思ってます。そしてその考えるにあたって、我々と同じようなマインドを持ってくださっている方々っていうのは、ぜひ、宗像市役所に応募をいただきたいなと思ってますので、そういった方々がですね、方々と出会えるのを僕たちは楽しみに待っていたいなというふうに思いますので、採用試験でお会いできることを楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。私もちょっと超えて超えるにして話そうかなと思ったんですよ。ここまで中村さんががっつり話してすいません、喋りすぎました。もう説明することはあんまりないのかなと思うんですけど、この超えて超えるって皆さん何だと思うと思うんですけど、これ中村さんも喋ってくれたように、私たち職員のマインドを表したキーワードでもありますし、こういう人に来てほしいというメッセージでもあります。で、この超えて超えるっていうのは、街づくり、今までちょっと今日は宗像市の仕事ということをお話ししてきたと思うんですけど、まちづくりってこうしたことがしたらいいっていう答えがないことに対して、我々本当に新しいこと、挑戦を何でもしてみようという思いで仕事をしておりまして、このまちづくりってこの答えのない壁というか、これを超えるために私たち自身もこう前例踏襲じゃなくて挑戦していこうということ大事ですよという話をしたんですけれども、自分自身、今の自分たちをこう超えて、もっと高い壁を乗り越えていこうと、こういう意思を示したキーワードでもありますし、この思いに共感して一緒に挑戦を、これからの街づくりに挑戦していっていただける方に、ぜひこの採用試験エントリーしていただければなと思っています。で、私たちの挑戦ということで、今年度初めてですね、この採用のチラシ毎年作ってるんですけれども、このキーワード、こういった人に来てほしいという思いを作るまでの経緯を、今年は動画として収めておりまして、それがショートとロングと、2つ動画を撮ってきております。で、ちょっとこの場では、ショートだけ見ていただいて、このオンライン採用説明会終わった後にロングちょっと流させていただきますので、まだお時間ある方はそこまで見ていただいた後で閉じていただければなと思っております。まずはショートの方をご覧いただければと思います。
ということで、このチラシの文字はこの中村さんが書いて、写真の撮影は本当風が吹いて寒い中でスーツ着てジャンプして撮ったんですけど、我々皆さん結構こう市役所の仕事って一日中机に座って事務仕事してるって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構こういうふうに外出てとか、市役所以外のフィールドでワークショップしたりとか、いろんな働き方をしているというところも結構面白かったなと思ってます。では、もう最後になりますので、質疑応答、まだお答えできてない部分でお答えできる範囲で、ちょっとお答えして終了したいなと思ってますが、チャットが結構たくさんいただいて、ありますが、どこまでお答えしたかな。ですね、人事評価制度はどのような内容でしょうかというご質問をいただいています。我々でいう人事効果という取り組みのことを少し説明をさせていただくと、1年間やる業務をですね、目標をまず立てます。で、その目標に対して、我々がどの程度、やれたかみたいなところをですね、上司と一緒に話し合いを行いながら、半期に1回評価をしていくような形ですね。そういったものが、いわゆる人事評価制度になります。でそこで、一定程度の評価を得られた方については、処遇への反映というものも、行えるような仕組みになっています。はい。続いて、YouTube 等で宗像市の魅力を発信していると思うのですが、SNS 以外で魅力を発信するのに力を入れるところはありますか？うん。何でもやってますね、本当に。そうね。SNS 以外でか。うん、まあ、SNS 見られない方に関しては、まあ、当然紙媒体、うん、私どもの、その採用チラシで言うと、こういった紙、チラシ、パンフレットみたいなものを使ってますし、当然、宗像市内の方に情報を出すために、タウンプレスであったりとか、で、まあ、一方で、こう、まあ、違う目で言うと、音だけの、その広報誌なんか音だけで配信したりとか、そういったこともあったりとかしますし、本当にありとあらゆる媒体使ってやっていると思えば、思っていただければと思います。ちなみに、ね、そうそう今我々のプロデューサーからですね、指摘が入りました。一個言ってないのがあるんですよ、SNS 以外で。なんとですね、来週18日、月曜日、朝7時半から、朝ですの30秒 PR に出ます。そういった魅力発信もやってます。もう本当に何でも使ってると思っていただいていいです。テレビ番組も出れるものは出ていきますし、YouTuber とか TikToker とか、そういった方で発信していただけるのも、ガンガンこう何でも食いついていってるような感じですし、もう全部使って、なんか思いつくのなんか全部使ってますね。まあ、それが結局はその街づくりに跳ね返ると私たちも思ってますので、いい人材が来れば、街市役所自体も良くなるし、その人たちが起こす仕事がですね、街の魅力に変わっていくみたいな循環ができるといいなというのが我々こう採用試験に携わるものとしての思いかなというところですかね。中丸さん、またプロデューサーからこれを言わされた話が入ってます。ですね、地下鉄も、中吊り広告、あんなものでも、この、超えて超えるっていうチラシがガガガって出たり、あと駅ですね。最寄りの駅に、東郷駅、掲示物ということで、パネルが、今後、貼られる予定だったりですね。いろいろ検討してますので、ぜひぜひ、発見した際は、オンライン採用説明会で言ってたやつだと思っていただけると嬉しいです。部活動。部活動。料理ばかり。料理系の部活動か。料理系の部活動はないですね。でも先ほど高村も言いましたけど、作ることは可能なので、作れるんですね。作れますね。で、その文化部みたいなもので言うと、市役所対抗大会っていう福岡県内の市役所の職員が1年に1回一緒に大会するようなものがあるんですけど、うん、そこのラインナップで見るのは、囲碁とか将棋とか、そういう文化系のものもあったりとかしますね。はい、ただ料理はちょっと見たことはないですね。泣きにしもあらずってことですね。うちにはないっていうことで。
研修を経る中でスキルを身につけるための環境は整っていますか？2種類ありますね、これに関してはですね。というと。というと、その、まあ、一つは、こういう、まあ、事務的なところも含めて、この職責の人にこういうスキルを身につけてほしいというテーマで言うと、まあ、マネジメントスキルの研修であったりとか、契約実務の研修とか、そういう、一個のテーマにフォーカスした研修が、一つはあります。それは、職責ごと、まあ、1年目研修とか2年目研修とか、階層ごとにあるので、この職責に求められるスキルとしてこれを身につけてほしいと。そういう思いでやっている研修が一つ目。で、二つ目に関しては、これはもう、こういうスキルが必要だからということではなくって、こういう経験とか、街の課題に対してアプローチしてほしいっていうような意味でやっているような研修がもう一つですね。研修の一つのメニューの中で説明して、ワンチームとかも、そうですね。スキルを身につけてほしいというよりかは、まあ、経験を通してとか、街づくりに解決できていない課題に対して、アプローチしてくださいとか、そういう研修もありますし、つい先日まで私がやってた研修で言うと、トヨタ自動車九州さんと一緒に同じ課題に対して取り組むということをやってました。これに関しては、明確にどのスキルを身につけてくださいということではなくって、まあ、私なんかは、社会人になってからずっと行政職、宗像市役所しか知らないので、ここの世界の当たり前、常識しか知らないんですけれども、トヨタ自動車九州さんの社員さんと半年間一緒にずっと同じ取り組みをしてきたんですけれども、全然これ育っていく環境で考え方とか仕事の仕方って違うんだなって感じるところもありましたし、そういった意味で、気づきを、得ることができるという、まあ、それは人によってこう身につけるもの違かったと思うんですけど、そういった研修もありますね。なので、研修は本当にこう様々あるので、で、これからも多分新しくいろいろ出てくると思うので、もし宗像市役所に来ていただければですね、受けたいような研修っていうメニューが揃ってるんじゃないかなというふうに思います。能力発揮期が45歳からとのことですが、若手が活躍する場面はあるんでしょうか？ですね、人材育成の流れの中で確かに矢印で能力発揮期っていうものもお伝えしてますけども、あれはあくまで矢印は目安だと思ってください。人によってやっぱり前後しますので、早い人も遅い人も当然あります。長期の採用されてから退職されるまでの間に、能力を育成して発揮していただくというような流れをイメージいただければいいかなと思います。若手が活躍する場面というのも当然あります。すごくわかりやすいのがそのデジタルの場面とかですね。若い人の方がやっぱり得意ですし、上司よりも若い人が知っていることっていうのは多々あるので、そういった時は若手が前に出てですね、いろいろな話を進めたりっていうものも当然あります。入庁前と後で職場や仕事内容に対するイメージの変化はありましたか？僕は、それこそ高村が入るよりも、さらに10年前に市役所に入っているので、その時の私が入る前と後のイメージでいくと、それこそ、何ですかね、事務の仕事とか窓口の仕事とか、5時で帰る仕事みたいなものをイメージしながら市役所に入りました。で、その入った後に、市役所の仕事ってこんなことまでやってるのかとか、そういったもので衝撃を受けた記憶がありますね。イメージと全然違いました。いや、私もほぼほぼ同じで、むしろ。入庁してから結構半年以内くらいで、最初商工観光課というところにいて、登山道の整備とかも担当していたんですけど、現場の、なんか危険箇所の駆除みたいなのに、チェーンソーを持って登山したことがあって、こんなこと市役所の職員がするのかと思って、やっぱり私も事務仕事みたいな中にいるっていうイメージが強かったので、こんなこともやるんだって結構衝撃を受けたっていう記憶はありますね。多分思っているよりいろいろあると思いますので、まあ、それを楽しそうだなと思っていただけると、市役所の仕事って面白いと思いますよ。そして、全く違う業種、高卒でも職員として通用するでしょうか？やる気次第でなんとかなりますか？おお、なんとかなります。やる気次第で。それは私たちも思います。高卒採用枠っていうものを今年から設けます。第2期の、試験の中でですね、高卒推奨みたいなところを設けますので、
7月以降にですね、その情報が開示される予定と思っておいてください。一方で、今回19歳からという枠でですね、高卒の方でも受けることができますので、そこでぜひぜひご検討いただければと思います。我々の、それこそ、宗像市役所、高卒でもというか、高卒の方でもバリバリと、キャリア築いていかれる方がたくさんいるので、あんまりこう、社会に出て大卒、高卒っていうのは関係ないかなというふうに思ってます。もう別物ですね。学校の勉強とは。業種で言うと、今年の土木技術の採用試験なんかは、今まで専門試験を必須にしてたんですけど、もう未経験の方でも入ってから育てるという意思で、専門試験取っ払ってますので、そういった意味では、業種違うところでも活躍が、やる気次第でなんとかなるかという質問に対してなると言えるかなと思います。やる気ある方、よろしくお願いします。はい、市役所職員ということもあり、市民の方から理不尽なことを言われる場面も多々あると思います。緊迫した市民対応の際に心がけていることがあれば教えていただきたいです。そうですね、おっしゃる通り、確かに市民の方から、まあ、こういったご意見とかですね、いただくことはあります。その時に自分たちの注意とか心がけていることというのはですね、市民の方が本当は何に、こう、思いというかですね、お怒りであってとか、どういったことに困られてっていうものを、やっぱ真摯に聞くことからしか始まらないなというふうに思っているので、我々が無限に対応するんじゃなくてですね、しっかり面と向かって話をしていくということで、市民の方と向き合っていくように心がけていくと、お伝えすればいいかなと思ってますね。はい。学生から社会人、コミュニケーションで会ったことありました、はい。学生から社会人になってですね、コミュニケーションの取り方か。ある？変わったこと？変わったかっていうとちょっとわからないんですけれども、特に私は県外から全く知り合いもいないフィールドに来たっていうこともあって、コミュニケーション取り方で言うと、部活動とか、誘われた飲み会とか、何でも行くようにしたっていうのは、学生の頃からすると変わったと思いますね。私結構学生の頃は、飲み会とか結構行かないことも多かったりしたんで、そういった意味では相当積極的になったんじゃないかなっていうのは思ってます。ちょっとお答えになってるかわかんないですけど。社会人になると、その責任とか仕事まで関わってくるので、そういった意味では、こう、自分の気持ちの向き方が変わるんだろうなと思いますけど。なんか、コミュニケーションで言うと、うん、やっぱりその仕事以外の部分で関わった方と、仕事でそれが、いい方向に活かせることってやっぱりあるので、うん、市役所の中の方だけではなくて、隣のその福岡県内の自治体の方であったりとか、民間企業の方であったりとか、そういった方と仕事以外の部分でコミュニケーションを積極的に取りに行くっていうこともあったりとかしますかね。質問ある。前例のないことに挑むにあたって大切にしていることはという質問をいただいてますね。もう、まさにこの超えて超えるっていう今回の自分たちが、示したテーマそのもののことを聞かれてるなぁと思ってますけど、なんか喋る。大切にしていることですね。もう、私に関してはですね、これ、前例のないことなので、正解って誰も知らないし、ないんですよね。ので、ここに関しては、もう、楽しむとか、もう自分がやりたいことを、こう、形にしていくというか、そういったところですね、私が大切にしているのは、もう、これって高村だからできたよね、とか言われたら、やっぱ嬉しいですし、もう、そういった意味でも、これ、答えないから、うーって、こう、悩んでってなると、自分自身も多分結構きつい部分もあると思うので、もう楽しむ方に私はシフトしてますね。こういうことやったら面白いじゃんとか、こういうことやったら、なんか取り上げてもらえるんじゃない、面白そうじゃないとか、そういうマインドで私はやってますね。なるほど。前例は、私が思っこの言葉を聞いたときに思ったのが、まず街づくり自体に市役所がやるんですね。まず答えがないので、
誰もやったことがない取り組みっていうのがまず山ほどあるんです、多分これから出てくる。で、その中でそれをやったら結局目立つから町として PR ができるっていうふうにつながっていくので、大切にしているっていう言葉と正しいか分かんないですけど、前例のないことをたくさんしたら町が目立つから、それはプロモーションになっていいなというふうに思ってますので、どちらかというとこうマインド的には新しいことをいろいろやってみたいなというふうに仕事に向き合っているかなと思いますね。特にこの人事に来て今2人でいろいろ話しながらやってますけど、多分やったことないことばっかりやってんじゃないかなと自負してます。たくさんご質問が来すぎてすでにちょっと終了の時間を迎えておりますが、何か最後一つ二つ、お答えして終わりましょうかね。ですね、宗像市が行っている食に関する取り組みがあれば教えていただきたいです。まさにですね、食っていうものが近々のテーマに今なってます、宗像市ですね。で、特に本当昨日の話ですけれども、宗像市の学校給食をどういうふうに魅力的に PR していくかみたいな話があったり、結局その子どもたちが食べる食っていうものにフォーカスを当てると、やっぱり子育て世代っていうものに波及力があるので、そこから定住の人口につなげていこうかとかだったりですね、いろんなものを掛け合わせながらやる市の取り組みの中に、やっぱり食っていうものがテーマに入ってきそうだなというような雰囲気は今ありますね。出向先としてトヨタ自動車九州さんが多いのでしょうか。いや、そういうことはないですね。これもタイミングタイミングでどの企業様に行くのかっていうのがありますので、一概にここが多いとかいうことはないですね。採用試験のお話で1期と2期の違いは何かありますでしょうか。ですね、1期と2期、まず募集の人数が違います。1期の方が、前半部分の試験の方がですね、募集人数が多いですね。4名、6名、12名ということで、22人の採用を予定ですけども、枠で予定してますので、そこが大きな違いかなという部分ですね。あとは2期になると、来年の新卒の高卒の方が応募の対象になってきますので、そこでの違いというものがあります。はい、じゃあ最後のご質問で、2人の宗像市の一押し観光地を教えていただきたいです。宗像市で育ってきた中村さんの一押しはどこですか。ですね、僕がそれこそよく行く、そして自分が採用試験の時にも言った観光地というか場所があって、そこをお伝えすると、三岡八幡宮っていう神社っていうかな、そうですね、になりますね。いわゆる子供ながらに言うとトトロの木みたいな大きなクスの木があってですね、これ県の指定文化財なんですけれども、ほんとちっちゃい頃からそこで遊んでたんですよ。で、それがまあ今やですね、もうだいぶ年を取った木になってきてて、少し弱ってはきてるんですけれども、やっぱり見るとですね、あ、懐かしいなとか、パワーもらえるななんていうふうに思ってしまう場所ですね。駐車場も最近整備されたので、ぜひ行ってみていただきたいと思います。はい。観光学を学ぶ高松です。私はやっぱり、まあ皆さんに行ってほしいというか、私も好きな場所は大島かなと思いますね。大島って結構宗像市のいいところ詰まってるなと思ってて、その大島の中に世界遺産の構成資産が2つあり、山があり、で、食がありと、結構こう、宗像市ってこれだよねっていうのが詰まってる場所でもあると思ってて。で、もう一つ言うと、大島結構食事どころたくさんあるんですけれども、まあ、やっぱり魚が出てくるんですけど、結構食べきれないほど、もうなんか、住民性というか、大島の島民性が出てるなと思ってて、もう本当、良かれと思って、やっぱり、ね、もうこれも食べ、これも食べってすごい、もういい。ありという煮魚、焼き魚、刺身って全部一つの定食で出てきて、あ、なんか、すごいこれってなんか、宗像市の人が出てるなと思って、すごいなんか、感じましたね。そういう意味では、ぜひ行って肌で皆さんにも感じてきていただきたいなっていう場所がありますね。さすが。
というところで、ちょっとたくさん回答いた、質問いただいているので、もしかしたらちょっと回答できなかった方もいらっしゃるかなと思います。ちょっと申し訳ないかなと思いますが、一応もう、1時間から1時間半予定ということで、もうすでに1時間半を過ぎてしまっておりますので、今日のオンライン用説明会の方は、ちょっとこちらで、終了とさせていただきたいなと思います。また、ご質問なんかあればですね、採用試験に関することを私どもお電話いただいても構いませんので、また直接でもお問い合わせいただければなと思います。では、また皆さんと採用試験でぜひお会いできるのを楽しみにしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では、最後ですね、お時間ある方は、ショートの動画流させていただいたんですけれども、最後にロングの、採用のチラシポスターの制作の動画の方を流させていただきますので、これが終わったら、退出していただければなと思います。お時間ない方はここで退出していただいても結構です。こんにちは。こんにちは。会議の途中、すいません。今何されてるんですか？今、令和6年度、次の年度の採用試験のチラシを作るために、今年入った職員さんのインタビューしてます。今年入った職員さんというのは、あ、そうだったんですね。なるほど。実際に生の声というか、はい、そうです。聞いてですね。はい。ちなみにこの画面に映っているのは今年のチラシになるんですかね？そうですね。今年の令和5年度のチラシですね。はい。なるほど。もうまさに宗像市の街づくりがもう未来へ突き進むチャレンジっていうところをしっかりテーマとしてやってますので、そういう職員が今いっぱい集まってるんですよ。でそういう人たちと遜色ないようにこれからの街づくりに挑戦ということをしていっていただきたいというメンバーをですね、このチラシに込めて躍動感を表すような写真というところでテーマ設定をして作ったという経緯になりますね。採用のチラシを作るにあたって、これからどういう手順でこのチラシを、次のチラシを作っていくんでしょうか？来年度のチラシについてはこういう打ち合わせを重ねて、自分たちのテーマ、どういう人材が欲しいかという深掘りをしている風景、光景、過程をしっかり伝えていきたいなっていう思いがありますので、これからワークショップをしたりしながらチラシができる過程をですね、映像に残していきたいなというふうに思っています。職場とは会場を変えて少し意見が出やすいような工夫をしながら、今年度でいう挑戦というような言葉が出てくるようなですね、ワークショップをしたいなというふうに思っています。そちらも見させてもらってもいいでしょうか？はい、よろしくお願いします。すいません、高村さん、はい、今から車でもしかして移動されるんですか？はい、車で移動します。はい、市の公用車になります。わかりました。ついていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごい山奥に来られましたけど、はい、もしかしてここでワークショップされるんですか？はい、ここでワークショップをします。今目の前で見えている建物ですかね？はい、こちらの建物で、市役所の会議室でやるよりは少しフランクな雰囲気で、言いたいことをこう全員が発言できるような場で、ここも周りがもう山に囲まれてて、すごい自然豊かなところなので、気持ちもリフレッシュしながらできるかなと思います。わかりました。こんにちは。こんにちは。お願いします。こちらの方はどなたですか？はい、令和5年度の採用チラシポスターを作っていただいた谷口陽平さんです。はい、谷口です。私は宗像でデザイナーを今やってます。で主にですね、ポスターとかチラシ作ったり、まあ、ウェブサイトとか動画とかも作るんですけど、職員募集の、ポスターチラシなど前回作らせていただきました。ここはですね、2階が事務所というか仕事場にもなってるんですけど、この1階はこうやって皆さんで打ち合わせしたりとか交流するような場として、活用してます。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんの武器だって僕は言ってるんですよね。何かというと、誰かに説明、これはですねって説明するときに、一番スッと説明がしやすいものを僕が皆さんにお渡しできたら、それは一番使い勝手のいい武器を皆さんにお渡しできるんじゃないかな。そこに聞いた人とか見た人がぐさっと心を射抜かれるというか、いいですねなると。ちゃんとしっかりと作るべきものの時はしっかり 2,3 時間お話しさせていただいて、僕が聞いてそれを整理して、今度はこれですねっていうのが、おそらく引き出されていくと。で今日はそういったお話を皆さんと一緒にいろんな話をしながら紐解いていくというか、
こうなんか出していけれたらなというふうに思っております、はい、たくさん今書かれてますけどみんな没頭して書いてたのでちょっとすごいなと思いながら横からカンニングしてましたカンニングしてたんですかちょっとずつちょっと一部見せてもらってもいいでしょうかはい、こんなの書いてみました。私たちが宗像市の家、宗像市役所のいいところを分かるべき。では、対応試験とかをやっている中で、宗像市のいいところとかっていうのを聞く場があるんですね。受験生の人たちも当然そういうところをしっかり勉強されてるんですけど、一旦自分たちに置き換えたときに、宗像市のいいところを聞くより、自分たちがまず宗像市役所のいいところをしっかり分かっておかないと自信持って来てくれって言えないんじゃないかなと思ってですね、なんとなくその言葉がずっと自分の心の中にあったので今日ちょっと書いてみました、はい、ありがとうございます。そこの境界線って実はなんか曖昧なのかなえ、うん、確かに自分の子供が来てる時はそのキャンプ多分組織の風土としてそういうのを感じなんでしょう、ね、そもそも僕はですね、うち結構求めるもしかすると、ね、ちゃんとしっかりそれぞれに持ってそこでしっかり PR してくれる人がいいな。ワークショップお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん積極的に話されてた印象だったんですけど、はい、ワークショップやってみて感想は？楽しかったですね。特になかなかこうやって話すことっていうのはあまり機会としてないので非常に有意義な時間だったなと思ってます。これは非常にこの人事課の思いが詰まった言葉をいただけたなと思ってこれからの政策に生かせそうだと感じました。ありがとうございます。今回ワークショップを通じて、はい、いろんなキーワードが、出たと思いますが、はい、どんなキーワードが出たか覚えていますか？はい、化けるとか挑戦とか変化とかですね、やっぱり新しいことにどんどんチャレンジしていこうというようなそういった前向きな意見が多かったのかなと思います。自分でやりたいとかこういうことをしたいんだっていう思いを持っている人であれば実際にそれを形にできると思いますし変化を楽しめる人であればぜひ来ていただきたいところだなと思っています。なかなかこうやって課のメンバー全員でですねこうしっかりとした人事とは人を採用するとはどういったことなんだろうみたいなことを話す機会というのはなかったのでそしてこんな話しやすい空間でですねこういう体験ができたのっていうのは本当に良かったなと思ってます。でこれから新しく入ってきていただく人たちを探していくにあたってですね最高のチラシメッセージを作ってですね皆さんに届けたいなと思っていますので、はい、宗像市 のホームページをご覧ください。すべて募集要項含めてですね掲載をしております。ご応募お待ちしております。お待ちしてます。